小宝妊活アドバイザーの山森です。今回は生理痛のケアということでね、お話をしていきたいと思います。生理痛が軽い方、重い方、それぞれねいらっしゃると思います。生理痛が辛い方っていうのは何かケアをした方がっていうイメージがね湧くかと思うんですが、今回は生理痛が軽い方でもその期間、生理の間にしっかりケアをしていただくことが大事ですよっていうねお話をしていきたいと思っていますので、ぜひね最後までご覧いただけたらと思います。それじゃあ今回は生理の期間のケアっていうことでお話をしていきたいと思いますが、生理皆さんどうでしょうか？生理が始まると、まあ、残念な気持ちというかちょっと辛いような感じとか、まあうまくいかなかったっていうね思いが強いっていう方が多いのかなと思うんですが、この生理っていうのはまあよくねリセットっていう言われ方をしますが、まあ生理1日目2日目とかっていうような言い方はねしますが、スタートをすでに切ってる状態です。生理が来た、終わりみたいな雰囲気になってしまうんですが、気持ち的にもねそうなんですが、もうすでにねスタートを切っている状態なので、この期間ケアの仕方次第では低温期高温期の状態が変わってくる、妊娠に向けて体の状態が変わってくるっていうふうに思ってください。生理の期間で一番の目的は何なのかっていうと、これです。血、経血ね、経血をしっかり出すっていうこと、前の周期の古い内膜を外に出すっていうのが生理期間の一番の目的になると思ってください。経血の中に大きな塊がある方、塊がある方や経血の色がね黒っぽい方、こういう方は子宮内膜が残りやすいタイプだと思ってくださいね。古い内膜が残らないようにするためにはどうすればいいのか、子宮の筋肉を収縮させる、筋肉を伸び縮みさせる。生理痛がひどい方っていうのはこの収縮筋肉がね、子宮の筋肉が硬くてうまく収縮伸び縮みできない、頑張ってもっと内膜を外に出さないと、経血外に出さないとっていうことで頑張って頑張って頑張りすぎて痙攣してしまっている状態で、引きつる筋肉が引きつるから痛くなっている状態、こういう方はね筋肉の硬いっていうところが循環が悪くてとか、まあ、そういうところにつながっていくので、しっかり改善していくっていうのがなんかイメージつながると思うんですが、生理痛が全くないっていうタイプの方もねいらっしゃると思います。そういう状態だと体の状態がいいのかっていうと、経血の量が極端に少ないとか、あとは期間ね、出血の期間がもう3日ぐらいで完全に終わってしまってみたいな、量が少ないタイプの方っていうのは収縮力が弱くて古い内膜っていうのがうまく外に出せていないタイプかもしれません。新しく何かを育てよう、いいものを育てようと思った時に、やっぱりこの古いものっていうのが邪魔をしてしまう、古いものはしっかり外に出すっていうのがすごく大事。しっかり古い内膜を外に出すために生理の期間にやっていただきたいケアっていうのがお灸になります。この模型で言うとね、オレンジ色の部分、この仙骨っていうところにお灸をしてあげることで子宮の収縮を助けてあげたりとか、そういう働きがあります。大体この仙骨っていうのは、まあお尻のね割れ目ぐらいのところから腰に向かって上がっていただくと硬い部分がねあると思うんですが、この硬い骨のところが仙骨っていうところになります。大体このところにね4箇所ぐらいでいいと思います。お灸をね生理の期間中毎日できたらやってあげたりとかすることで、子宮の中にたくさん血液を送り込んだりとか神経を刺激することで収縮を助けてくれるので、まあ、生理痛がある方はねもちろんおすすめなんですが、
先ほどお話ししたみたいに生理痛がない方もうまく経血を残さず内膜を出すために収縮力を上げてあげる、そういうイメージでお灸をしてあげるとすごく効果的です。今回は生理の期間中のケアということでお灸をねご紹介していきました。生理が始まると辛い気持ちとかもねあって気持ちの整理がなかなかつかない状態っていう時もあったりすると思うんですが、このスタートの切り方次第で体の状態っていうのはやっぱり変わっていきます。まずは生理の期間やるべきことをやって、その結果いい卵が育つ低温期を作ってあげる、で高温期の状態が良くなって、こういうサイクルをね作ってあげると妊娠に向けてすごくプラスになっていきますので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。